わけで今回は無料温泉を5個巡りたいと思います。こちらのお風呂ですね、あのいわゆる混浴なのかな。え、めっちゃいいやん。だから明日群馬のワンワンコペコ。おはようございます。おはようございます。今日の朝はですね、はい、こちらの生湯葉どころさんで湯葉食べ放題をしてまいりました。いや、焼きたての湯葉ってほんまに美味しいな。美味しいな。あんま食べることないもんな、湯葉って。あの、自分で作って、そう醤油とわさびをつけて食べると。しかもそれだけじゃなくて、なんかいろいろお惣菜を作ってくれて、ああ何種なんかこう持ってきてくれて、それも食べ放題やから飽きひんよな。そうな、いろいろ食べれるし、豆腐のフルコースみたいな。そう温泉をあと7つ入ります。はい、ここから1時間10分で到着します。出発。釣り場屋さん、ごちそうさま。というわけで残り9分です。うん、だいぶ山の方になってきましたね。誰の？今回の温泉はどんな感じの温泉なの？今回の温泉も共同浴場良かったけど。左方向。しっかりタオル持った。出雲。よし。体調持った？持った。果たして無料なのかどうなのか分からんから。けど時間がやばいからちょっと急ごう。急ごう。あ、やばい。え、ここ思いっきりピーあるやん。何のダッシュやったん？いや。あ、あれあれ。え、男女分かれてるくない？分かれてるな。わあ、すごい立派な建物。すごい、これ温泉？うん。バイバイ。あ、張ってらっしゃる。あ、入った？入った。え、何個あった？お風呂1個。あの、普通に家のお風呂の大きい版みたいなやな。あ、そう2人頑張った入れるかなぐらいやな。無料やった。無料やった。よし、時間ないから次。あ、すいません。次のスポットは？川が温泉になってるパターンのやつ。おお。多分水着。オッケー。大きいやったと思う。あ、ほんま？うん。よし、じゃあそこに向かっていきましょう。はい。群馬県産小麦使用ひも皮うどん。え、これ食べてみたくなかった？そう、美味しそうやね。やんな。イエーイ。このアイスコーヒー600円やからな。ひもかまうどん。体力的にはどうですか？いや、もうきついで。本日まだ一つ目や。かなりベテランドライバーの域になってきたな。だけどまだお風呂に疲れてるから、まだなんとか焼き切ってるんかもしれんや。そうか、もしかしたら。どうする、次の川の温泉がさ、ぬるなってたら、水になってたら。ぬるくても水でも入る。ありがとう。そこはしっかり託させていただく。そこはしっかりとレポートさせていただく。ちょっと川らしきものは見えてきた。ここって書いてた。あ、これじゃん。これ？これ、この青くなってるとこ。それが温泉だ。あ、全然みんな丸出しや。一人入ってくる？入ってくるわ。え、めっちゃいいやん。ごめんね。そっから取っとくわ。じゃあ上からいざ歩いて。ここは入られへんの？ここ。いや、分からへん。行ってみてや。うん。え、みんなどこに入ってるの？分からんねん。行ってみよっか。多分人多かったから動画は撮れなさそうやけど。そうやな。ここは動画禁止なので、ここまで。まあ言うたらイメージあれ。ああ。あれに使ってるって感じ。なるほど。全然普通に川やった。冷たくはないねんけど。ぬるい。ぬるい。全然川やった。温泉小屋みたいなのが一つあって、うん、その中は普通に温泉あったかかった。いっぱいおった？めっちゃいっぱいおった。女の人おった？女の人おらんかった。おじいちゃんとあと若い人6人ぐらい。なんか逆に疲れた。この見られるっていうのは。気づかんうちにストレスになってるんかもしれん。開放感があっていいかもしれんけど、開放感があることによってなんか違う悩みが生まれる。ここから何時間？次4時間。正気か。うん。続いて6個目に向かいたいと思います。あった。
また景色変わりましたね。畑や。なんか群馬ってイメージ通りの県やな。思った。土って感じ。なんか茶色なイメージやねんけど。伝わらへんかもしれんけど。うん、結構過酷やな。確かに。運転がな。いや全然俺カブの時よりしんどいもん。カブの時より楽しい。景色見えるから。カブの時の方が全然しんどくなかった。え、見て、これめっちゃ綺麗くない？綺麗。群馬や、群馬。結構車酔いしてる。しかも久々の遠出やからちゃう。バイク最近乗ったりとか。そう。あんま車乗ることなかったやん。車酔いせえへんタイプやのに。うん。車が。全然酔わへんねん、綺麗ず。うせやん。まあ。水、車の中で携帯触っても酔わへんし、何しても酔わへんな。うん。でも運転してるだけやのに、このありさまや。どうや、情けない自分がちっぽけやろ、うん、ちょっと天気がやばい。これはいい。え、これめっちゃ雨降りそうちゃう、うん、しかも4度。群馬恐ろしい。昼&夜ご飯よし、ここでマクドを補給することによってラストスパートをかけられるという。よし、食べながら急いで向かう。時間がやばい。時間がやばいな。今何時？今5時。あ、嘘、4時半。日が沈んできたよ。天気悪なって一気に暗なったんちゃう。そうやな。なんて言ったって今日で終わりやからな。まだ何時間もあるから始まったと言ってもいい。今が始まった。やばなってるよ。すさか。これはやばい。めっちゃ狭そう道。なんて書いてある？全面通行止めって書いてある。え、嘘。こっちの道で行かなかね、多分このこっちの道。なんで通行止めにちなんで道してくれへんの？あと 200m 先、左方向です。で、200m だけど、その山道入っていくのに通行止めって書いてたら無理なんちゃう？なるほど。うーわ。うーわ、終わった。めっちゃ嫌やねんけど、こんなとこ。なあ。夜で雨でこれは終わりやもん。え、最悪。ここまっすぐもう。え、伊豆人おらんかったら無理や。怖い。怖い。怖さの心配があるよな、これは。うん、え、あそこすごい。温泉街か。ライトみたいなとこ。あ、温泉街っぽい。ほら。雪降ってる。雪降ってるやん。あ、この電気ついてるとこ一つ目。え、これ？うん。あ、違うわ。違うよな。このまっすぐ。これ何？どない？もしここやったとしても、うん、暗くて無理。やんな。多分雪上がってるからここや。だってこんなんやもん。こんなん。暗い。写真では。めっちゃいい温泉やったんちゃう？これ多分。前だってこんな感じやでんね。やばいな。ここに3つあったから。そう、ここ入っても終わろうと思っててんけど。え、けどつらないな。意外にあるんかな。どうなんやろうな。ちょっと一旦温泉入って立て直そうかな思って。体調の体力が限界を達してたみたいで喋らんくなったからカメラ回させてもらった。こんなことなってる。さっきわからんことなってるけど、やば、体温めな、始まらんな。ぬくもらせていたとこ、ここに。皆さんすいません。はい、ということで温泉制覇ならず。拍手なの？いや、これは拍手すべき事態ではない。結果何個入れた？結果5個入れたな。今日はなんとね、2個しか入れてない。今日は移動がやばかったな。そうやな。まあ、けどこっちに来ないとその温泉がなかったからさ、うん、知ってる範囲ではまあ難しいな。2日じゃ厳しかったな。なかなか厳しい戦いになったけどな。今日残ったところはまたいずれ再チャレンジするということで。そうやな、また来た、改めて。そうやな、うん、ということで、はい、残念な結果になってしまったのですが、はい、楽しかった。普通に多分男の人とかやったらな、もっと楽しめるんじゃない。開放感あるよな、絶対。開放感あると思う。まあ、そんな感じで、はい、これからは寒い時期が到来するので、あったかく使ってください。
え、けど金曜